ま、外国人もたくさんいるからっていうことで、天草寺の方でね、クルド人問題取り上げたんですね。で、このクルド人問題で日本人のね、女の子がね、傍観されてというですね、自分のところのね、子供さんが襲われたらですよ、しかも他民族にですよ、怒るに決まってるだろうよ。関東でね、クルド人っていうとんでもない連中が日本で事件を起こしてるわけでしょうに。実際これね、関東って言うけれどもね、川口だけじゃないんですよ。栃木県足利市でも同じこと起きてるんですよ。 そのね、ミニスカート履いてたっていうだけでね、女性暴行して、そいつの言い分ではね、自分の国ではね、肌を見せる行為は、売春婦と同じなんだっていう、だから犯していいんだっていうですね。んで女性は精神病んでですね、自殺する。なんですかこれはこんなことをね、許せるの価値話なんですよ。特に女性の皆さんね、これ本当に許す気なの許さないでしょうに。ここ日本なんですよ。で、それを訴えただけなんですよ、私。 そしたら、あの、中指突き立てたね、バカどもが出てきて、やれ、差別だなんだと言って騒ぐ。この国終わってるんですね。ええー、加減にせいやち話なんですよ。メディアも明らかにこれ気が狂ってますよね。TBS でしたけどもね、クルド人は地域社会に溶け込んで、地域社会に溶け込んだら何だい、豪快してもいいんかいち話ですよね。ほんで、さらにね、TBS は川口市長にね、こうインタビューしてるんですよ。その川口市長がまたこれが最悪でしてね、クルド人とは仲良く共生してますとかね、バカなこと言ってるんですよ。共生してないだろうよ。 その埼玉県川口市で、クルド人に対してね、抗議のデモをやったのは、日本第一党だけですよ。桜井誠率いる日本第一党以外で、あそこでね、やった人間、あの、今回の候補者の中で誰かいますかって話なんですよ。口先ではね、日本守れとか言うけど、お前ら守ってねえじゃねえかって話なんですよ。あんたら口先ではどうこう言うけれども、でも守ってないでしょまあ、小池百合子とかね。こいつらもうね、外国人にね、心奪われてますからね。 石丸電機とかね、玉神のじいさんですよね。彼らがなんかやってくれたの川口で。何もやってないでしょうに、ね。このね、20年の活動の中で、彼らがね、なんかやってくれたっていう話、私聞いたこともないですよ。で、喧嘩一つやったことがないようなね、こんなね、連中が、どうやってね、あんたの外国人と戦うんだっていう話なんですよ。